本当の家はここなんだよっていうのを子供には教えてきましたので、まあここに帰ってくるのは必然であったと私は思っています。カツラオ村を含む五町村、いよいよ小学校中学校が再開することになります。子供たちの笑顔は復興の大きな力だと思います。あの東日本大震災から、はい、明日何年だけど、もう一方でありますが、今日は忠実に福島の復興、ただの復興に終わらせない、新たな産業の創出につなげていきたいと思います。8年目を迎えても今までと同じように国が前面に立って福島の復興に全力を挙げてまいります。